今回は人間の最大寿命は伸びるというお話です。人間の最大寿命は伸びる。過去100年の間、私たちの平均寿命は上昇を続ける一方で、最大寿命の方はそうなっていない。110歳に届く人はごくわずかしかおらず、115歳を迎える人となると限りなくゼロに近い。全体の 99.98% は100歳を待たずに人生を終えている。しかし、今長く元気でいられるようになる時代は近づいている。単に寿命が伸びるだけでなく、新たに加わった年月を健康で生き生きと幸せに暮らせる時代だ。それはみんなが思っている以上に早く到来しようとしている。22世紀が幕を開ける頃に122歳で亡くなる人がいても、飛び抜けて長生きとはみなされなくなっている可能性がある。老化は避けて通れないと定めた法則など存在しない。老化は一個の病気である。その病気は治療可能であり、私たちが生きている間に治せるようになるだろう。長い健康寿命を謳歌できる人生はすでに射程圏内に入っている。ライフスパン、老いなき世界。デビッド・ A ・シンクレア、マシュー・D・ラプラント著。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと今後の励みになります。